込みましょう。神の豆。え、神の豆って何？イエーイ。ヒント3つでお料理を当てる企画ということでね。はい、今日はエドピーから出題ですね。早速ヒントを見てみたいと思います。テイストメイドのエドでございます。ヒント1、キノコの一種に形が似ていますが味は全然違います。ただ私は豚みたいに美味しいものを探す才能がありますよ。ヒント2、種類がいっぱいありますのでカスタマイズしてみてください。味と作り方は一つしかないわけではありませんが、主な材料は紙の豆。ヒント3、中には何が入っているか食べてみないとわかりません。正解はトリュフチョコです。3つのヒントを聞いてわかりましたか？どうでしたか？どうでしたか？豚みたいに美味しいものを探す才能って何？主な材料は神の豆？神の豆って絶対に変えられないんです。え、神の豆って何？え、わかります？今わかんないんだけど何？でも1番は結構自信あります。キノコ、豚でしょ？トリュフだと思うんですよね。トリュフ、トリュフみたいな形で、え、なんかもうおにぎりしか出てこない。でも違うよね、絶対。え、もうわかんないから、私旅行好きなんで、旅行に行った時に、ちょっといろいろ食べたものを思い返しながら、ちょっと、とりあえず買い出し、行ってこようかなと思います。ならない。買い出し。はい。行ってきました。買い物。途中にもいろいろ考えて、ファラフェルなんじゃないかなと思います。中東あたりの伝統料理台なんですけど、豆を使う。でもこれが神の豆かは知らない。玉ねぎは1/4個をみじん切りにします。助けられてます。ニンニク、神の豆。祈る。水煮を買ってきました。もう水に浸ってるやつ。そのまんま。今回は好きなものをカスタマイズしろってしていいって書いてたので、もう大好きパクチーがちょうど売ってたので一緒に入れようかなと思います。調味料なんですけど、今日は大好きなクミンとコリアンダーのパウダーも入れていこうと思います。コリアンダーはもうパクチーの粉、さらにパクチー入れる。お塩少々、回るといいんですけど。フードプロセッサーで細かくし終わりました。水煮缶だともしかしたら崩れちゃうかもしれないっていうことなので、ここに小麦粉を丸めていこうと思います。見てください、ほらちゃんと丸まるんですね。これビーガンの方にもいいみたいですよね。その豆でタンパク質を取れるから。これでなんかエドさんのクリアしてるのかな。トリュフっぽいでしょ。あ、食べてみないと中に何が入ってるか分かんないって言ってた。まあそりゃそうだよね、食べてみないとなんだろうって感じだから。そういうことじゃないよね。もうでもいいよ、もう私はファラフェルが食べたかったんで。そしたらこのまま揚げてもいいみたいなんですけど、冷蔵庫でちょっと冷やすと揚げた時に崩れないみたいなので、ちょっと冷やしておきます。そしたら冷蔵庫で冷やしてる間に、今度は一緒につけて食べるソースを作ろうかなと思います。タヒニソースっていうのかな、ごまのソースみたいな。白練りごま、わ、レモン汁、ごまだれって感じです。はい、ちょっとね、周りにも小麦粉少しまぶしました。どうでしょうか、どうでしょうか。揚げた時に崩れないみたいな、こんな感じです。21世紀の名探偵ケイシーです。これだけヒントがあればね、もう名探偵ケイシー余裕です。まず一つ目ね、これ豚に探させるキノコで言ったらやっぱトリュフですよ。トリュフに形が似ているけど味が全く違いますってことは甘いものなんじゃないかなってちょっと思うんですよ。
こんぐらいのちょっとこう丸っこいゴツゴツした感じの甘いもの、主な材料は神の豆、仙豆ですかね。食べてみないとわからない。これはね、答え一つしかないです。おはぎです。トリュフチョコです。今これ読みながらね、ふと気づいたんですけど、世界の料理なんですよね。おはぎ、おはぎと違うかな。でもまあ江戸さんからしたらおはぎは海外のグルメですからね。おはぎを作っていきたいと思います。さて今回はもち米を炊こうかと思ったんですけど、結構大変なんですね。こちらのもち麦ご飯、レンジでできるタイプを使っておはぎを作ってみようかなと思いました。これを2つ分先ほどレンジでちょっと普通より長めにチンして、水もちょっと入れて柔らかめに温めました。これを潰していこうかと思います。麦、もち麦だから普通のおはぎよりもちょっと香ばしい感じに仕上がるんじゃないかなとちょっと思ってるんですが、これは冒険ですね。完全にその海外グルメっていうのをね、忘れててね、もう絶対おはぎだなっていう気持ちだったんですけど、豆だから大豆かなと思ったんですよ。神の豆ね、こうおはぎです。おはぎ好きだし、私はファラフェルが食べたかったんで。で皆さん、おはぎとぼたもちの違いご存知でしょうか。こちらね、諸説あるんですけれども、一般的にね、こうボタンが咲く時期に作るものをボタン餅、ハギがなる時の時期に作るものをおはぎと呼ぶらしいです。だから今はどちらかというとハギのシーズンに入ってこようとしてるので、今回はボタン餅ではなくおはぎです。意外と潰れないな、結構重労働だったな。完全にこのお餅みたいなペーストじゃなくて、若干粒が残ってる、その半殺しっていうらしいんですけど、先に2パック分を半殺しからもう7、8分殺しまでしといて粒を少し残す感じにしておけばいい感じになるんじゃないかと。こんな感じでおはぎっぽくなってきました。早速包んでいきたいと思います。どうやってやろうか、一回やってみましょう。コロコロコロってして手のひらで伸ばします。を真ん中にトンと入れて閉じます。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、きな粉でコロコロします。ほらおはぎ、すげえおはぎ作っちゃったぜ、すごい楽しい。サランラップとかを手に敷いて、その上でこうやるとお手が汚れることなく作れるので、そういうのもおすすめです。だいぶ手が美味しそうになってくるので、これトリュフですよね、完全に。これやっぱ俺正解な気がするんだよな。作り方はいろいろあるしね、こうやって。トリュフですよ、トリュフ、東洋のトリュフ。世界の料理ね、世界の料理。トリュフ、ほら豚みたいだからトリュフだから豚じゃない、トリュフ。なんかあれが浮かんできた、サイゼリヤのさ、こんな岩みたいなアイス、知らん。まあ多分ね、トリュフでしょう、多分。材料は神の豆です。何、神の豆、え、神の豆って何全然わからん。多分ね、キーポイントはここだと思うんだよね。神の豆、なぞなぞなのこれ。仙豆の豆、ドラゴンボール、仙豆ですかね。天空いかなきゃダメじゃん。ね、あれダメなのかな、コーヒー豆とかカカオ豆とか。あ、チョコ、神の豆、本当あり、カカオ豆ってよっしゃー、これちょっと待って、ドキドキしてきた。ちょっと買いに行ってきます。さあ、じゃあトリュフ作っていきたいと思います。チョコレート、あ、なんかさ、バレンタインの匂いしてきたよ。バレンタインのラムを発見したから、まあ無難にラムを入れるんだけどさ、これを入れます。ラム酒漬けのレーズン、中に何が入ってもいいって言ってたでしょ。レーズンも熱湯で洗ってっていうか、毎回ちょっと揺れこぼしてラム酒をつけただけなんだけど、ヨーグルトとかの上にいつもかけて食べるんだけどさ、これをちょっと中に入れつつ、ラム酒も入れつつ、めっちゃくちゃ大人のラムチョコトリュフにしていきたいと思います。こんな感じでチョコがとろけたら、何、生クリーム 75g、 チョコの半分量ですね。
いい香りするな。ちょっとね、レーズン刻みました。ラム酒もちょっと、おっと手が滑ったって感じで流し込みましょう。これむずいんだよね、動画で撮るとき。冷蔵庫で冷やし固めてから丸めていきます。生チョコ固めております。考えれば考えるほどもトリュフチョコレートにしか思えない。他のメンバーの人は何にしてるかも気になるしね。おはぎです。これが神の豆かは知らない。ではなんとなく固まったので、これをちょっと今から成形していきたいと思います。すくって、はい、ねんね、キュー。ボンボンショコラだったっけ。ボンボンショコラ、なんか中にさウイスキーみたいなの入ってるやつもいいね。あ、いいじゃんいいじゃん。こんな感じでちょっといびつになるラムレーズン入ってると、よいしょ、落としていきます。そしてコロ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 と。私さ、チョコが大好きなのよ。めっちゃご褒美にいいチョコとか買っちゃう系女子なんだけど女子とか言って、ヨーロッパってそう美味しいんだよね、チョコレート。前にベルギーに行った時にね、めっちゃくちゃ大量買いして、あの荷物検査のところ引っかかったことあるバカ、開けたらさ、全部チョコなんだもんね。密輸かと思われたから。初めて止められてびっくりした。チョコを買いにベルギーに行っちゃうぐらい好きなんです。今日は嬉しいね。まん丸にならないけどいいかしら。あ、ねえ、こうやってると丸くなる気がするよ。鈴カステラみたいになっちゃった。このいびつなのは、許してねチョコで。お、それでは、いただきまーす。いただきますなんかな。ラムレーズンがいい。はい、なんとか完成しました。すごい、やっぱり水煮だったからか崩れちゃって、抽出したお二人、乾燥したやつをお水で戻して作るのが一番いいみたいです。中東の風が吹いている。完成しました。見るからにトリュフ。中は何が入ってるんですかね。うん、あんこが入ってます。江戸さん、正解はおはぎですね。トリュフチョコです。答え合わせします。はい、もしもし。もしもし。あ、サイコさんですか。サイコさんですよ。答えは何ですか。答えはね、うん、あのチョコのトリュフです。あ、チョコのトリュフ。神の豆って何。カカオです。あトリュフでよかったんだ変なのいっぱい加えちゃった。トリュフチョコだそうです。トリュフチョコレート、見るからにトリュフ。惜しい、トリュフまで合ってたし、これまあ見た目もほとんど一緒だし甘いし、正解でいいんじゃないですかね。当たった、マジ当たった。だよね、だよね、だよね、だよね。嬉しい。泣いてないよ。嬉しい、当たった。正解はトリュフチョコです。じゃあこれから作ります。今日作るチョコレートは普通のトリュフじゃなくてパッションフルーツ味のトリュフです。最初はこのパッションフルーツを切ってジュースを取らないといけないので行ってきます。パッションフルーツジュースできました。パッションフルーツジュースできました。最初はパッションフルーツのジュースです。うまそうです。それぐらいで大丈夫だと思います。次はこのチョコレートには食塩不使用のバターを少し入れます。完璧です。このチョコレートとバターのミックスを溶けましょう。これはお湯ですが、火を消して上に乗せます。チョコレートのミックスはまだ溶けていないんですが、同時にこのクリームとパッションフルーツジュースのミックスを弱火で沸騰させます。ちょっと熱すぎて少しお待ちして入れます。パッションフルーツジュースさん、お待ちします。一生懸命ミックスします。逃げないでください、ボールさん。ではこのガナッシュをよく混ぜます。
冷蔵庫に入れて冷やします。次はこのダークチョコレートです。これはコーティング用のチョコレートなので、これを溶かします。次はガナッシュを使ってトリュフを作ります。今日は非常に暑くてちょっと急いで作ってみます。暑い暑いのですぐ溶けちゃいます。あーやばいやばいやばい、大失敗しちゃいます。なぜ猛暑の日にチョコを作ろうと思ったかわからないんですが、テンパリングします。今コーティングする、じゃあチャレンジしてみましょう。できました。わー、こんな感じできた。僕イギリス人で、イギリスはこういう猛暑の日はめったにないから、こんな日でチョコレート作ったことない。皆さん秋とか冬にチャレンジしてみてください。このチョコは冷蔵庫の中でちょっと固くなりましたから、これをボウルに入れます。パッションフルーツ味のナッツトリュフです。出来上がりました、イエーイ。はい、皆さんも世界旅行した気分でお家では作ってみてください。残暑しのいでいきましょう。イエーイ。